ズッキーニは、ウリカカボチャ族の一年生の火災。果実の外見はキュウリに似るが、カボチャの仲間、主に緑菓子と、高菓子がある。名称は様々で、イタリア語で、ズッチな、南米では、ザッパロイタリアーアメリカとオーストラリア英語では、ズッキーニ、イギリス英語やフランス語ではクロンゲット、またアメリカ合衆国では、ズッキーニや金字種をまとめて、サマースカッシュと呼んでいる。 スカッシュとは、カボチャ族の実のことで、カボチャのような秋冬が旬のものは、ウィンタースカッシュと呼ばれる。原産地は、明確に特定されておらず、メキシコの巨大カボチャが祖先種であると考えられている。ヨーロッパには植民活動により16世紀頃、持ち込まれたが、本格的に普及が開始したのは20世紀に入ってからであった。イギリスでは1930年代に入っても、 料理の書物にあまり名前が挙げられることはなく、イギリスの料理研究家、エリザベス・デイビッドが紹介したことによって、1950年代から1960年代にかけて、ようやく料理の素材として人気を博するようになった。細長い形状の果実は19世紀後半のイタリアで改良されたもの。未成熟の果実及び花は食用となり、旬は夏。 日本ではキュウリを一回りほど太くしたような細長い形状のものが主だが、品種によっては西洋なし形や休憩のズッキーニなども存在する。グリーントスカ、細長い形の緑カシュ、オーラム細長い形の木カシュ、ゴールディ全体的に黄色でヘタに近い部分が緑色の休憩のズッキーニ、アラジン、アラジン、またはスキャローブと呼ばれる品種で、 薄緑色のいびつな円盤系のズッキーニ、形が UFO に似ているので、UFO カボチャとも呼ばれる。旬は夏。果実と花が食材として用いられる。果実は開花して4から5日後の8日を食用とする。成長すると繊維質が多く、食用に適さなくなるため、収穫時期が難しく、保存と輸送に注意を要する。キュウリに似た外観をしているが、主に加熱調理される。 フランス料理やイタリア料理の食材として知られ、南仏の野菜の煮込み料理、ラタトゥイユには欠かせない食材である。また南米でも一般的な食材として使用されている。油との相性もよく鉄板焼き、フライなどにもむく。生で食べる場合は、カ火をむくか薄くスライスして食される。花は、花ズッキーニと呼ばれ、花芯を取ったものを食用とする。お花の方が味が優れるとして、 イタリア料理では、お花の実を用いるが、お花、芽花の区別をしない地域もある。花は生でも食べられるが、通常は花の中に具材を詰め上げるか炒めて調理される。通常のズッキーニよりさらに未熟で花のついた状態で収穫し、花をつけたまま販売されるズッキーニも花ズッキーニと呼ばれている。南米原産で温暖な気候を好み連作障害もないため育てやすい植物だが、 多湿と寒さに弱い傾向がある。カボチャ族だが、鶴はなく、株から長い傭兵を伸ばしう生で大型の葉をつける。品種によっては葉が深く切れ込む。茎は品種によって長さが異なるが、長く伸びる品種の茎は細く折れやすいためし中で、誘引する際には注意を要する。株全体が横へ這う性質を持つ。家計を伸ばし黄色い花を咲かせる。死ゆこと花のため。 受粉には昆虫や人の花粉媒介を必要とする。高温に弱く、柿にほとんど収穫できない品種もある。鶴なしかぼちゃとも呼ばれ栽培に広い面積を必要としないとされているが、最終的に茎は人の身長に達する長さになる場合もあるので、栽培するときにはそれを考慮した十分なスペースの確保が望ましい。茎や葉に棘があり、収穫などの作業には、 長袖と手袋が必要。ズッキーニなど、ウリ科植物には、ククルビタシンという成分が含まれる。微量なため通常は、問題ないが、稀に含有量の多い個体があり、食中毒発生の例もあるため苦味の強い個体には注意が必要である。日本においても優勝事例がある。ありがとうございます。